こんにちは、ダイスです。今回はこちらの2009年式のベンツ A180 エレガンスを見せてもらおうと思います。こちらの車は2009年式の W169 の後期モデルになります。それでは基本情報を見て外装を見ていきましょう。メルセデスベンツの A180 エレガンス、ハッチバックのボディタイプで、すごく車高が高いので乗りやすそうだなって思います。コンパクトサイズの車ですね。年式はモデルが2009年、排気量が 1700cc のエンジンはハイオクになってます。色がシルバーカラーなんですけど、ポーラシルバーっていうカラーになります。駆動は FF です。正面から見るとこんな感じです。ベンツマークも大きめで、前側もすごくコンパクトだなって思います。全体こんな感じになってます。こちらが後ろ側です。アルミは16インチのメッキモールのアルミです。ここもメルセデスベンツのマークが入ってます。車体全体にシルバーのラインが入ってるのもすごく綺麗です。こんな感じです。では鍵お借りしてきたので運転席にお邪魔してみようと思います。お邪魔します。車内見てみると全体的に黒基調なんですけど、ところどころウッド調のデザインが入ってます。はい、私が座るとこれぐらいです。外から見るとコンパクトなんでちっちゃいのかなと思ったんですけど、足元も結構広々してるサイズ感だなって思いました。それでは運転席からの内装を見ていこうと思います。こちらがハンドル周りです。全体を見るとドア側からハンドル周り、中央部、そして助手席側、こんな感じになってます。シートは半分レザー調になっていて、真ん中がメッシュ素材になってます。それではエンジンつけさせてもらおうと思います。エンジンなんですけど、多分鍵を挿して回すタイプだと思うので、入れて回してみます。それでは見ていきましょう。メーターはこんな感じです。すごくシンプルで見やすいなって思います。中央部が液晶パネルになってます。ウィンカーとかの位置はここです。この位置で見れるようになってます。ハンドル周りはこんな感じです。ボタン式のところもサイズが大きいので見やすいです。これナビとかなんじゃないかなと思います。で、逆側はハンズフリーの電話対応と音声のボタンになっていそうです。はい、上側のここの位置、これがあれ、クルーズコントロールがついてるのかな、なんかありそうな気がします。今までベンツの車見てる感じだと、ここっていうよりは右下にあったりすることが多かったんですが、この車に関しては多分鍵穴があるので、ここじゃなくて上の配置になってるんじゃないかなと思います。そしてウィンカーライトはここだけです。左側のこの位置で全て1本で管理するようになってます。これも多分右側に鍵穴があるからここなんだと思います。右は本当に何もない状態になってますね。で、こちらは電気、今はオートになってます。ドアの内側のボタン配置も分かりやすいです。サイドミラー閉じるボタンとかこんな感じで、位置も上なので見やすいなって思います。中央部は上にハザードがあって、真ん中はナビです。で、その下は空調系です。これもシンプルですね。助手席と運転席では分かれてないんですけど、操作しやすそうです。全部回すようになってます。こんな感じです。はい、サイドブレーキがこの位置にあって、ギア系でベンツマークのこの上にちょっとした小物入れで今置いてありますが、ここは
タバコのところだったんじゃないかなって思います。なんかシガーソケットありますね。でこの後ろ、ここにドリンクホルダー一つついてます。ってことはもう一つどこかにあるかもしれないのでちょっと探してみます。ドアの内側の収納部で多分ドリンクホルダーここ使うんだと思います。この位置ペットボトルも入る大きさになってると思われます。ちなみに運転席側にも同じようにこの位置結構広めに取ってあるのでここもドリンクホルダーとして使えると思います。でこの後ろ側はここちょっと開かなさそうですね。サイドブレーキがあるのでサイズはちっちゃいですけど、あ、前に動く形をしてる、お、なんか動かせる。これ肘置きの位置が動くようになってます。で小物入れみたいに後ろがちょっと入れられる位置がありますね。開くのかな。スライド式になってるの初めて見ました。で今見ていて気づきました。ここにちょっとちっちゃなカゴみたいに網が張ってありますね。パンフレットとかサクッとここに入れられるので位置取り的にはすごく使いやすいと思います。運転席側からでもここ使いやすい位置ですね。上のこの位置は室内灯です。左右で分かれてますね。左右で分かれてるのと、あとこちら側に下の大きいライトがつくような部分になってて、ドアのマークもありますが、この後ろ後部座席の室内灯もここで操作ができるようになってます。それでは後部座席に行こうと思います。あ、高さがあるので乗りやすいです。よいしょ。後部座席からだと運転席こんな感じになってます。はい、私が座るとこんな感じです。頭のこの部分も動かせるようになっていて、ちょっと高めにするとこんな感じです。自分に合わせて動かせるのいいですよね。では後部座席がどんな感じか見ていきましょう。シートはこんな感じです。運転席助手席と同じく真ん中はメッシュになってます。中央部は全てレザーです。でスピーカーがあるその上に窓を開けるボタンがあります。すごくシンプルだなって思います。で前側は網がついてます。後部座席から見た中央部はこんな感じです。ここ荷物ちょっと入れられるようになってます。この下は 12V 電源が取れるようになってました。思ったよりもここの幅が広いなって思います。普通に今、背中つけて座って私でこれぐらいです。結構余ってますよね。では真ん中開けられるのかな。あ、真ん中は開けられなくて、これまたここ上に上がりますね。3人掛けにするときにすごく楽に上に上がります。あ、ここがないんだ。ってことはドリンクを入れるところは脇でした。すごく大きめに場所が取ってあります。先ほど運転席の上のところでつけた室内灯がここです。この位置に室内灯がついてます。では結構トランク広くて楽しみです。次はトランク見に行きましょう。こちらがトランクルームです。後部座席から座って見てる以上に広いです。幅これぐらいあります。ここ救急セットが入ってるとこですね。で逆側にも多分工具とか入ってるんだと思います。で別下も開きますよね。これなんか簡単に開けられた気がします。あ、こんな感じです。はい、予備のタイヤとか入ってます。三角板とかね、予備タイヤが下に収納されてます。でここシェードついてるのでこんな感じでかけておけますね。それではエンジンルーム行ってみたいと思います。
こちらがエンジンルームです。すごくコンパクトです。ベッツって開けるときにこう引っ張って開けるものとかがあったりするんですけど、これはグリルが大きいので引っ張って開けるタイプでした。あとはコンパクトなので、こんな感じで突っ張りがついてます。エンジンオイルの位置はここで、点々がそちらで、ウィンドウ押さえがここですね。バッテリーは、あれバッテリーはどこなんだろう。なんか下にありそうな感じがします。ここから見ると分かります。上にも通気口がついてました。運転席に戻ってきました。少しだけアクセル踏ませてもらおうと思います。では踏んでみます。お、滑らかな感じがする。ありがとうございました。こんな感じです。ではエンジン切ります。はい、ということで乗ってみた感じ、シートはすごく柔らかいなっていう印象でした。あの真ん中がメッシュになってるっていうのもあったと思うんですけど、乗り心地良かったです。あとは思った以上にコンパクトだけど中が広いなって思ったのと、あとはやっぱりベンツだなって感じました。ということで今回はこちらのベンツ A180 エレガンスを見せていただきました。見せていただいたトイズカーさんのホームページは概要欄にありますので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄 URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!